鉱石ラジオ、鉱石ラジオ、鉱石ラジオは鉱石研波機により副調、研波を行うラジオ受信機で特に真空管やトランジスタなどのいわゆる濃度素子による増幅等を行わない無電源のラジオ受信機を指す。半導体エレクトロニクスの発達後は点接触ゲルマニウムダイオードなど鉱石研波機に特性が似ており、 扱いがより容易な素子なども使われている。電源を特に使わず、空中の電波を受信したエネルギーだけで、イヤホンが鳴る点など、科学実験の素材として人気がある。ただし、実際にはごくわずかな音量で聞こえるものであることや、放送局から遠い場合などには、良いアンテナとアースの入念な準備と、コイルから適切なタップの選択といった細かい調整が必要で、 場合によっては、ティップメータ等の測定器の活用や、適宜、RF、または AF のアンプを併用する等の必要もあり、子供向け教材としては、マニュアルだけでは不十分になりやすく、無線技術をよく理解している指導者が必要である。AM、振幅変調受信機、ラジオのうち、構造が最も簡単なものは、から構成される。このうち剣波、副長回路に、 鉱石検波器を用いたものが鉱石ラジオである。振幅変調の電波を受信する場合、電波、振幅変調された高周波の電気信号から音声信号、低周波の電気信号を取り出す放落線検波によるには電流を一方向にだけ流す整流作用を持つ素子に電気信号を通す必要がある。これに鉱石検波器を用いるものが鉱石ラジオである。 放落線検波の後、教科書的には、高周波成分を除去するローパスフィルタが必要である。しかし、実際には、聴取に利用する厚電イヤホンの特性から、ローパスフィルタなしでも、聴取可能である。鉱石ラジオはアンテナから受けた電波のみを電源として、利用するため、検波によって得られる、音声信号は、非常に微弱である。 そのためレシーバーも微弱な電流音声に変えられるものが必要にな。鉱石ラジオが発明された当時はマグネチックレシーバーなどが主流だったが、後にロッシェル潮などの結晶を用いた圧電素子による圧電イヤホン、クリスタルイヤホンが登場する。ロッシェル潮の超快性などのために、現代では圧電イヤホンはセラミックによる圧電素子を用いたもの、セラミックイヤホン。これを クリスタルイヤホンと呼ぶこともあるを使用する。他にも検波機として使用できる鉱石は多数ある。蒸気と同様の構成で鉱石検波機の代わりにゲルマニウムダイオードを用いたラジオをゲルマニウムラジオあるいは俗に略してゲルマラジオなどと呼ぶ。ゲルマニウムダイオードは鉱石よりも小さく安定した性能が得られる。ゲルマニウムダイオードが出現した当時はすでに 真空管が広く使用されており、さらに直後にトランジスタの普及によりトランジスタラジオにとって変わられたため、ゲルマラジオが実用されたのは限られた用途と期間であった。しかし、現在でも電子工作の入門用としては定番のテーマとなっている。ただし冒頭に述べたように、現象を理解していて、適切に無線機材による補助のできる指導者が必要である。 ゲルマニウムとシリコンとのそれぞれの半導体としての特性の違い。具体的にはバンドギャップの幅がゲルマニウムの方が狭いために、順方向光化電圧がゲルマニウムの方が小さく、ラジオの受信信号を増幅なしで検波する等といった用途にはゲルマニウムダイオードが公的であり、電源を使用するラジオでも回路構成によってはゲルマニウムダイオードを利用することもある ゲルマニウムダイオードの代用としては、ショットキーバリアダイオードを使用するシリコンダイオードに、順方向に 0.4V 程度のバイアスをかけて使用する電源が必要となってしまうが、などがある。ただし、点接触ゲルマニウムダイオードは、一見では鉱石研波機に似ているが、両者の特性の類似は、必ずしも原理的な類似のためではない。 ゲルマニウムダイオードの動作電圧の低さは前述のようにゲルマニウムという元素それ自体の半導体としての物性によるものである点接触型にする理由としては逆方向容量が小さいなど他にも利点がある一方鉱石研波器はショットキー障壁によるものすなわち物理としてはショットキーバリアダイオードと同様な現象によるものと考えられいる 最も構造が単純なものは、残酷ラジオである。これは適当な板、木片、角材、銅線、安全ピン、ゼムクリップ、カミソリ鉛筆芯などでラジオを作るものである。銅線を角材に巻いて、コイルを作り、添破機は安全ピンに縛り付けた鉛筆の芯を、カミソリに接触させるものである。チューニングは、コイルの任意の場所に針金を接触させ対応する。 周波数にあたる奇数を得る。このラジオは、戦時中に残暴に、缶詰となったアメリカ兵が暇つぶしに作った有名な、ラジオである。昭和中期に流行した、入道調式、ゲルマーラジオは、コイルの中に、棒状のフェライトを出し入れして同調、チューニングするラジオで、ンパ機は、ゲルマニウムダイオードが主流である。構造に無駄がなく、非常に工夫され小型のものが多く作られた。 現在では贅沢な部品を使って楽しむことができる。図にあるように、コイル、バリコン、ゲルマニウムダイオードを使用するものである。このゲルマニウムラジオの場合、図にあるような単純なものから、ゲルマラジオ専門のコミュニティともなると、ダイオードのブリッジ回路まで利用した非常に高性能なものまである。中には、変圧器、トランスの昇圧を使用して、電波の電力のみでスピーカーを鳴らしたり、 とてつもない巻数のコイルを内蔵したスピーカーの自作を行うものまで様々。コイルやバリコンなどの部品に最高のものを使用するなど、その楽しみ方は多様で奥も深い。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。